デビッド・ピーター・ヘメリーは、イギリスの元陸上競技選手。1968年メキシコシティオリンピック男子400メートルハードルの金メダリストである。ヘメリーは、イギリスのイングランド南西部のグロスターシャーの出身であったが、父親の仕事の関係で、アメリカで育ち、アメリカの学校を卒業。1969年に、ボストン大学を卒業。 在学中の1968年には全米学生選手権の400メートルハードルで優勝している。ヘメリーが最初に国際大会で活躍を見せたのは1966年のコモンウェルスゲームズであった。この大会で彼は120ヤードハードルに出場、14.1秒のタイムで優勝している。なお、1970年のコモンウェルスゲームズにおいても、 110メートルハードルで優勝し2連覇を果たしている。ヘメリーは1968年メキシコ式オリンピックの400メートルハードルにおいて48.12秒の世界新記録を受立式メダルを獲得。2位の西ドイツのゲルハルトヘン逃げに1秒近い大差をつけ圧勝であった。ヘメリーは1972年ミュンヘンオリンピックに出場。 オリンピック連覇を狙った。しかし、ウガンダのジョン・アキブは、アメリカのラルフマンに敗れ同メダルに終わった。彼はこの大会で4400メートルリレーでも銀メダルを獲得。オリンピックでのメダル獲得数は3個となった。ありがとうございます。